こんなに分厚かったんだ、コンプティークっていう雑誌。俺初めて買ったんだけど、今回、あの、虫人気特集だってことでさ、あの、コメントで、ね、教えてくれた人がいてね、買ってみたんだよね。あの、プレイマットもついてね、これ虫人、これプレイマットだよね。虫人気のプレイマットもついとって、あと、ちょっとゴム取るか。プレイマットでさ、プレイできるの嬉しいよね。まずじゃあ、プレイマット見てみる？これは虫人気専用、おー！あ、逆だ、こっちは、虫人気専用のプレイマットというので、この上でプレイするわけか。おーって、あ、でかい、これ広げられるかな。このプレイマットゲットできるのも嬉しいよね。プレイマット。キャラクターたちがいて、あ、でけえ、でけえ、でけえ。こっちを手前にして、あっちに来た、こんな、あ、偽花魔王カマキリいる。でけえな、まあ、こんな感じで見えるかな。こうやって置いて、まあ、こっちは自分の陣地と縄張りで、あっちが相手の縄張りということで、こんな感じでプレイするんだね。こうやってセッティングして。おわ、すごいね。専用のこのプレイマットもついているということで。あとなんか、あ、ちっちゃいな、なんだこれ。なんかついてる。これはなんだろう、オフィシャルキャストっていう、オフィシャルキャスト写真集っていう、なんかコスプレの写真集みたいなのもついてるわ。へー。あ、もしこれカリオストロかな。多分グラブルのカリオストロだと思うけど。え、こういう風になんかついてんだね。これコンプテイク買ったらついてくるやつ、特別な。で、これが、虫、おーすげー、虫人気特集ですよ。スターターセットについてるカードがキラ加工されて登場しているということでね。そして今見たこのコンプテイク特製のプレイマット。これはね、あの、付録としてついてるんだよね。うわー、楽しみだね。グランブルー、あ、これがさっきつい2号連続付録のグランブルー、あ、グラブルーなんだみんな。おー、あったぞ、これだな、これ。ホログラム仕様の虫の息吹が。ちょっと出してみて、虫の息吹。ちょっとカード下に、あ、大丈夫だね。カード切ったら、せっかくこれでしか手に入らない、激レアカードなのにね。コンプティークっていうこの年初めてね、買ったんだけど、なんか面白そうだわ。漫画とかも載ってんのかな？さ、これが、おー、付録カードですよ。キラッキラになってるね。な、SR みたいな仕様になってるね。SR 仕様になって、この虫の、まあ、ノーマルなんだけど、SR 仕様が SR になってるみたいな感じかな。虫の息吹術カード。おー、レアですな。虫の息吹のこのキラカードを持ってるっていうね。すごいね、なんかこれいろいろやってほしいね。本当はノーマルだけど、特別にキラみたいな感じで。もともとあるカードでも全然いいからさ。そしてちょっと、あれだね。あ、やっぱ漫画とか載ってるわ。漫画に、漫画に、あとね、あれなんだわ。あ、そうそう。おー、すげえ、虫人気のカードリスト載ってる。本の中身だから全部は見せらんないんだけどさ、ちょっと紹介すると、虫人気の遊び方とか、あの、ゲームの概要と勝利条件。あ、これいいね、虫人気デビューする人、これ、読み込んでさ、まだ、あとプレイマットもついてるからね。あ、これいいな、虫人気初心者の人すごくいいかも。あとね、なんかこの、あ、キャラクターの紹介とかも出てるね。そしてこっからがね、あれだ、虫人気のカードリスト。これ欲しいね。虫人気のカードリスト熱いわ。これ全カード出てんのかな。いが、ここで第1弾でしょ。第1弾のカードリストもコンプしてるからね。第1弾。うわ、これは嬉しいわ。これ、あ、第2弾もある。第2弾の、虫デッキ制作で心がけることとかもなんか載ってるわ。すげえ。あれ？言語の第3弾でも出てないこれ。第3弾のカードリスト、やばい。LR 見ちゃうかも。これ第3弾だよね。やばい、ちょっと待って。俺第3弾まだ LR、あ、待って、LR、LR ピックアップ。あー !LR ピックアップってとこ、やばい、見ちゃう、これだ多分。うわー、マジか、見ちゃった。あのね、大岩半妙とさ、逆立ちこの花七口は出したじゃん。あと2枚多分これだわ、出てる。2枚出てる。見ちゃった。見ちゃった。雑誌で見ちゃった。あ、そう、歴代のね、あー、LR だ。そうそう、懐かしいね、このカブトムシのカッチョイ、キマダラドクバッティ、アレクサンドラトリバル、あ、これめちゃくちゃいいわ。カード特集がすごくいい。あと、強化クワワタとか、なんかね、あの、カテゴリー別で、なんか、水生昆虫のやつとかね、いろいろ載ってるから、みんなもぜひ買って、読んでみて。すごくいいわ。いろいろね、書いてある、虫人気特集だね。おー、すげえ、すげえ、すげえ。教えてくれてありがとう、コンプティーク雑誌。あとは漫画もちょっと読んでみようかな。なんか漫画もね、面白そうなやつあったから、
読んでみろ。まあ、こういう雑誌がありますよということで、コンプティーケ。今ならね、このプレイマットと虫人機のね、特別カード、フロックカードが付いてるので、ぜひ、みんなもゲットしてみて。これノーマルカードなのにキラっていうのがレアでいいよね。スターターデッキのみについてるこのカードがキラで登場ということなので、虫の息吹ね。おー。すげー、めちゃくちゃいいじゃん。早速スリーブしたいとね、スリーブして。あと、プレイマットも嬉しかったな。これ、まあ、紙なんだけど、まあ、内容かは、あの、普通のさ、マットのやつ欲しい。あの、紙じゃなくてね、ゴムのマットみたいな、あの、丈夫なやつ欲しいな。丈夫なやつ探してみるかな。虫人機のやつ欲しいよね。それではまた次回、次の、虫人機の開封動画でお会いしましょう。LR 見ちゃったから、まあまあいいや、もう狙い定ま、あ、これゴーダリュウジじゃん。あ、ゴーダリュウジここにいる、サタン。オオカブト。あ、ここに、びっくりした。今気づいた。これ前回出したんだよ。かっこいいんじゃないこれね。金獅子風のこの毛がかっこよくてさ。いやー、虫人機の情報満載で、ちょっと俺も後で読み込んでみる。まだチラッとしか見てないからさ。ちょっと読み込んでみるわ。めちゃめちゃ面白そうだね。カードが全カード1段階にさ、全部載ってるのがマジでいいね。で、ね、LR もピックアップで全部出てたし。あと2枚あれか。まあ、でも、あの、知らない、まだあの、ね、調べてない人もいる、かもしれないから、ちょっとあの、言わないで、俺も。うん。開けるわ。次の虫人形ね。わからない。まあ、分かってるけど、まあ、知ら、言わないで。次回のコンプティークにも特別フロックカードついてるかな。いや、すごい楽しいだね。ノーマルなのにキラってるがマジでいいわ。ノーマルなのにホロキラ。SR みたい。最高だね、マジ、このカード。このシリーズマジバンバン出してほしいな、これ。